観音表、天神堂古墳群は、新潟県明光市にある古墳群。観音平古墳群と1キロメートルほど離れた天神堂古墳群の2つの古墳群から構成される、国の史跡に指定されている。観音平古墳群3群38期前後からなり、前期の前方後円墳を含み中期の初期、群衆墳を主体とするようである。 尾根城の最高所にホタテ貝形古墳の1号墳が存在し、興墳の3号墳を経て、前方後円墳の4号墳が続く。貝の感謝面部には、墳長平単面の広い中期の円墳が主に、群ありする。2001年に1から4号墳の発掘調査が実施されたが、付近紙は確認されず埴輪も出土しなかった。なお、弥生時代の包茎大丈夫などが混在する。 可能性もある。3世紀後半のものとみられる。新潟県内では珍しいホタテ貝形古墳。全長、約26.8メートル。公園部系約21.4メートル、約20.0メートル。前方部長、約5.4メートル。前方部幅約4.8メートル。首レブ幅約4.5メートル。1号墳に隣接する、前方公園墳。 全長約33.6メートル、公園部計約19.0メートル、約23.0メートル、前方部長約11.6メートル、前方部幅約7.0メートル、首レブ幅約5.0メートル。形状は1号分と似通っており、古式の特徴を備えている。1号分と同様に、古墳時代諸島まで遡る、可能性を持つ。天神堂古墳群。 大きく3群、計188機からなる。最高所に位置する1号墳は、号墳で、その他は、ほとんどが円墳である。規模は5から20メートルほどである。吹石は確認されていない。古く、東京大学によって、数機の古墳の発掘調査が行われ、鏡、磁家等鉄属、弾きなどが出土している。出土品からは5世紀末の時期がうかがわれる。 他にふもと近くに横穴式石室を持つ古墳があり、傾向として高所にあるものが古く、貝にあるものが新しい。一部は6世紀後半代に下る可能性もある。古墳群で最大規模の円墳であり、直径は20メートルを上回る。墳長部の表土下約0.3メートルの地点から弾き破さらにその下約0.2メートルから鉄拳の破片が出土。 石室などの埋葬施設は確認されていないが、主体部の底面は粘土層で整地されていた。昭和32年に東京大学によって発掘調査されている。ありがとうございます。